シーダークリークの戦いは南北戦争の1864年のバレー方面作戦では最後でかつ最も決定的な勝敗がついたものとして1864年10月19日にバージニア州フレデリック軍、シェナンドー軍及びウォーレン軍で起こった戦闘である。南軍ジュバルアーリー中将が率いる最後の北部侵略軍が実質的に崩壊し、 南軍は、ワシントン DC を脅かすことができなくなったばかりか、シェナンド渓谷の経済基盤を守ることもできなく、なった。エーブラハムリンカーン大統領の再選は事実上、この勝利で助けられ、フィリップ・シェリダン少将は永続する名声を得ることになった。アーリー軍は、シェリダンとそのシェナンドー軍からの圧力にあって、渓谷の髪型に交代した。シェリダン軍は、 警告の経済基盤を破壊し続けており、このことはロバート・イーリー将軍の軍隊が必要とする補給物資を奪ってしまうことを意味した。シェリダン軍はバージニア州、フレデリック軍、シェナンドー軍及びウォーレン軍の一部であるシーガークリークで宿営していた。シェリダンは1ヶ月以上の戦い続きでアーリー軍にはもはや攻撃的な動きができないと考え、イシ以ライトの 第六軍団にピーターズバーグの包囲戦に戻るよう命じた。しかし、アーリー軍による威力偵察が師団同士のコゼリアになった後で、シェリダンはライト軍団を呼び戻した。シェリダンはバージニア中央鉄道の襲撃に、騎兵に子師団を送ったが、アーリーはジェームズ・ロング・ストリートの軍団がピーターズバーグからアーリー軍との合流のために派遣されるという噂を流し、 シェリダンはシーダークリークに沿った宿営地に全軍を戻した。後戦的なアーリーはまだその積極さを残しており、D からはアーリーの行動を促す奨励文を受け取った。アーリーはシーダークリークの向こうにあるシェリダンの陣地を見分し、一つの隙を見つけた。北軍は西に開けた渓谷からの攻撃を想定し、自然の障害であるクリークにその遮兵を頼っていた。 アーリーはその部隊がクリークを渡って攻撃し北軍の前線を追い詰めるように部隊を一つ一つ倒していく作戦を立てた。アーリーの選択肢は攻撃するか先細りする補給物資を集めるために尻く化だった。アーリーは大胆さを選択し優勢な敵軍に対する攻撃を計画しそのために九州で優勢を確保することにした。 アーリーはその軍隊に三つに分け、月明かりだけが頼りの大胆な行軍をさせた。ジョン B ・ゴードン少将の師団は午後8時に出発し、マサヌ・テン山の麓に沿った豚の道をたどり川を越えた。ゴードン隊は夜明け前に深い霧に隠れて動き、強襲をかけた。その急襲は完璧であり、最初の北軍軍団は瞬時も戦わずして崩れた。数百の兵士が、 捕虜になり、その多くはまだ寝具にくるまれたままだった。ウィリアム・エモリーの第十九軍団が次に、ゴーオードン師団と西方から攻撃に加わったジョセフ・ビーカー少々の師団に襲われ、エモリーの部隊も崩壊した。南軍の攻撃は素早く移動したので、北軍は備える暇がほとんどなかった。エモリー軍団から退却する兵士たちが混乱を起こし、防衛軍の指揮も損なった。 また慌てた部隊の前線は南ではなく西を向いていたので南軍のクリークを越えての大砲が北軍の開いた側面を直撃できた。北軍前線の最後にいたライトの第六軍団は強固な防御線を張って戦い激しい圧力を受けてゆるり交代した。ライトはアーリー軍の初期攻撃に対応するために南方に前線を押し上げようとしたが攻撃の動きが あまりに早かったので事態の移動を妨げられた。しかし、アーリー軍は1000人以上の捕虜を取り18門の大砲を捕獲するという、その勝利に浮かれたのか圧力を維持できなかった。アーリーはライトの軍団も戦場から撤退するものと勝手に思い込んでしまった。ゴードンに向かって、これは1日の戦果としては誇らしいものだと告げた。北軍はミドルタウンの向こうに交代していた。 アーリーが追撃をしなかったことが、この戦闘全体の致命的な誤りと考えられ、その後長く続くアーリーとゴードンの間の反目を生じさせた。この戦いが始まった時、シェリダンは遠く、ウィンチェスターにいた。遠くに法制を聞いたシェリダンは急遽生まれ事態のもとに駆けつけた。戦場には午前10時半に到着しその兵士たちを再結集させ始めた。 シェリダンにとって幸運だったことに、アーリー軍の兵士たちは他のことにとらわれて気づかなかった。彼らは飢えており疲れていたので、北軍宿営地の略奪のために隊列を離れていた。シェリダン将軍は、その公式報告書で有名な機場について、次のように記した。私は9時頃まで事態を正しく認識できていなかった。ウィンチェスターの町を馬で駆け抜けるとき、 法制が戦闘の起こっていることを間違いなく伝えていた。ウィンチェスターからは、ハンマイル南のミルクリークに到着すると逃亡兵の戦闘が見えてきており、その後に驚くべき速さで市長隊や兵士が続いていた。私は即座に止まるよう指示を出し、ミルクリークに市長隊も止めるように言った。続いて、ウィンチェスターにいた余談に一体に広がりあらゆる。 落語兵を止めるよう命令を出した。私の護衛から20名を選んで前線に進ませ、フォーサイス将軍とトム大佐とアレクサンダー大佐に従う、残りの者には逃亡者の流れを止めるためにできることをさせておいた。数百の兵士たちが持ち分を十分に発揮してこなかったと振り返って、歓喜と共に戻ってきたというのは楽しいことである。後方から戻って、自分たちの失った、 宿営地を取り戻す決心をした者よりも勇敢に振る舞った者はおらず大きな勇気を示した者はいなかった。午後3時、アーリーは朝ならば成功していたであろう小さな攻撃でその構成を再開したが簡単に撃退された。午後4時、アーリーの軍団は反撃をした。アーリー軍三個士団は約3マイルの長さに伸びきった前線にあり、その側面は防御がなかった。 エモリーはジョージ・アームストロング・カスター巡将の騎兵士団の支援を受けて開いている左側面につけ込み、南軍の前線を破った。他の騎兵隊が南軍後方の橋を破壊しその逃走路を遮断した。多くの古参南部兵が大階層の中で戦う術はないと判断して降伏した。北軍は数百名を捕虜にし、大砲43門と南軍が持っていけなかった。 物資を捕獲した。この戦闘は、南軍の決定的な敗北につながった。南軍は、シェナンド渓谷を通って、ワシントン DC を脅かすことができなくなり、またシェナンド渓谷の経済基盤を守ることもできなく、なった。エーブラハムリンカーン大統領の再選は事実上、この勝利で助けられ、フィリップシェリダン少将は永続する名声を得ることになった。 ジュバル・アーリーの部隊は実質的に機能を失い、生存部隊はその12月にピーターズバーグを包囲されているロバート・イーリー将軍の軍隊に戻った。後にアメリカ合衆国上院議員になったヘンリー・エ・リューポンはシーガークリークで初期の撤退を指揮し、シェリダンの最終的な勝利に貢献したことで名誉勲章を受賞した。この戦闘にバーモント旅団が参戦したことは バーモント州、モントピリアにあるバーモント州議会議事堂2階のシーダークリークの間の大きな壁画で記念されている。スティーブントーマスが指揮した第8バーモント連隊は、戦闘の早朝に英雄的な抵抗を行って、その3分の2近くが失われたが、その場所であるオネが、1997年に高規格道路の建設で損なわれる提案が出た。この提案に対して、 バーモント州議会を動かし、バージニア州に尾根を通る道路建設を止めるよう求める決議案を採択させた。シーダークリークアッ跡の1450エーカー以上が、シーダークリークとベルグラブ国立歴史公園の一部として保存されている。この公園は共同管理公園であり、歴史史跡的国民信託、シェナンドー渓谷戦場基金、ベルグラブプランテーション、 ポトマック側管理委員会及び、シーダークリーク戦場基金など非営利、保存団体によってその土地の多くが所有されている。さらに、南北戦争保存信託のような非営利団体が、これらの土地の保護に向けた基金を寄付した。2008年5月、フレデリック軍管理委員会は、カームユーズライムストーン社が、シーダークリーク戦場跡での現在の活動を、 拡張することを認める評決を行った。この評決は、カームユーズにシーダークリークの戦場跡を中心に394エーカーの採掘を認めるものである。この決定に反応して、全国と地元の保存団体が、シーダークリーク及びベルグラブ連盟を作り、戦場跡における新しい採掘に関する大衆の認知を高め、シーダークリークの今後の保存を促進している。 2008年10月、戦闘から144回目の記念日に関連して、連盟は、ウェブサイトとアニメ入りの地図を起こし、採掘が戦場後に起こすであろう、影響をうまく説明しようとしている。ありがとうございます。